画面の前の皆様、こんにちは。村人 K でございます。おー、帰ってきたカラスの巣ですね。やっていきましょう。結論おじさん、ガブリエル・ソーマということで、堕落の介入ですね。デジャブで堕落の介入も見えるんですよね。さあ、まずあの3つのうち2つは堕落かぶってないんで、どっかをぶち抜いていきたいところ。とりあえず、おお、鬼さん、ああそっちにいたのか前しか警戒してなかった。というわけでパーク構成、状況、なんだっけ状況待って、あの2日ぐらいデドバやらんうちに忘れてしまったこのパークの名前状況適応能力だっけ、もう忘れた、デジャブ逆境魂デッドハードとなっております。まあアプデがね来た日に、まあ結論構成として、まあ逆境魂とデッドハードのところ、まあセルフボタニーでやっ、セルフボタニーじゃない絆ユーロかでやってたんですが、まあ今回はそちらを、逆境で歯に変えてやっております。うわ、誰追われてる。まあ、そして今回の、この試合の責任者は、ミンちゃんということでやっていきましょう。そこに釣られるのやだな。あるよな。友情。しっかりとここの3台の発電機回していかないといけないんですけど。クローデとかミンちゃんのところ触る。この板使いたくないんだよね。多分ミンちゃんたちやってんのそこなんだよな。そう、あー、オッケーオッケー、治るんだったらオッケーで。うわお。おじさん。逆境デジャブで回しましょうか。逆境デジャブ 15% だっけ。あー違うんか。状況適応していく。状況適応能力、そう思い出した。状況適応能力ここら辺めっちゃ強いんじゃない。来ないね。あ、来てる。いける、抜ける。オッケー、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 オッケー。
あ、モレロイか。ミンちゃん、危ういぞ。とにかく一旦離れて、まあ、さ、クローデとさっきあれなんだよね、共鳴入ってなかったんだよね。あそこに釣られてるのがマジできつい。追っては来ないか、小湯の中。こっち回す方向性に切り替えるか。いやー、発電機回すのは早いんだけどね、やっぱ噛み合いだよな。何でもそう、いくら強いパックつけててもね、噛み合わなかったら終わりなんですよ。ナイス言うのを。エイダー回し切ってくれ。あー、ダメか。エイダーなんでそこいないの。エイダーどうして。あー、ダメですな、噛み合いが悪いですな。よいしょ。おお、なんか向こう行ったぞ。ナイス。エイダ、君のことは多分あと 2,3 秒は忘れない。忘れました。エイダって誰ですか。エイダって誰だい。これで向こう3台でしょ。危ねえ。危ねえ。おお。ラッキーラッキーラッキー。状況に適応しすぎている。このサバイバー、このサバイバー状況に適応しすぎている。いやマジで今のでかくない。そろそろ回復してもいい頃合いかな。で、向こうがついたことでこっちもデジャブで光るようになったから、向こうが邪魔されてもこっち爆速でつける。クローデットのところ止まる。いいぞ爆速おじさん。いやー、はえー、
ミンちゃんのところもう着けよ。いや、まあ、安全にな。安全に行こう。やばい、ミンちゃんが表面に釣られて。あ、ダメか。あ、私釣るんだ。いいんだ、そこにいる。私さっき共鳴入ってたんで、向こうのミンちゃんが新規で共鳴釣られるよりははるかにマシですね。ナイスすぎる。OK、 これつけきれますね。回復するか。あ、いい。私は一旦回復しようと思う。いいだ、切磋琢磨もついてる。いやー、序盤どうなることかと思いましたが、いやー、状況適応強いね、やっぱ。まあ、デッドハードはまあ使えはしなかったけど、使えはしなかったが強気に発電機を回せるというね、まあ、一個利点がありますよね。やば、出て行ってほしいんですけど。もうこれ以上血の玉を増やさないでほしいんだけど。さすがに下だよな。ううちょっと鬼化終わるまでここで待つんだけど。いる。オーケー、帰ろ。オーケー。いやー、いいな。状況的プラスデジャブ。他の2枠何がいいんだろうな。セルフボタニーか、まあ、逆境で墓か、はたまた絆湯、うん、どれがいいんでしょうね。というわけで、あ、デジャブ持ってる。やっぱデジャブが強いよね、なんといっても。状況適応もそうだけど、まあ弱くなるまでの辛抱ですな。辛抱というか、まあ、弱くなる前に使っておきたいと思います、いっぱいね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ご評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。